ジョン・ジャック・チャールトン OBE はイングランド出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは DF。実定のボビー・チャールトンは1960年代を代表するサッカー選手の一人である。チャールトンは1952年にリーズ・ユナイテッドで選手経歴を開始した。実定のボビーが 攻撃的なポジションでプレーし常に脚光を浴びてきたのに対し、兄のジャッキーは長身を生かしたセンターバックとしてプレーをした。リーズでは、ドンレビー監督の下で、ビリー・ブレムナーラと共にフットボールリーグ優勝1回、FA カップ優勝1回、フットボールリーグカップ優勝1回、インターシティーズ・フェアーズカップ優勝2回などに貢献、1973年に現役を、 引退するまで一貫して、リーズのためにプレーを続けた。また1967年には、FWA 年間最優秀選手賞を受賞した。イングランド代表としては1965年に、代表デビュー。30歳と遅咲きのデビューであったが、翌1966年の FIFA フフワールドカップ、イングランド大会では兄弟揃って、レギュラーとして、優勝に貢献。 1970年の FIFA フフワールドカップ、メキシコ大会を最後に代表から引退するまで、国際 A マッチ35試合に出場し6得点を記録した。引退後は指導者の道へ進み、1973年からミドルスブラの監督に就任すると、シェフィールド・ウェンズデーやニューカッスル・ユナイテッドの監督を歴任。 1986年にアイルランド代表監督に就任した。チャールトンの指導の下で、それまでヨーロッパでも弱小国の部類に位置していたアイルランドは着実に実力を身につけ1986年から1987年に開催された予選を突破して、1988年の欧州選手権に出場。本大会では、 初戦でイングランドを1の0で下し、第2戦でソビエト連邦と1の1で引き分け、第3戦でこの大会を制したオランダと接戦を演じるなど旋風を起こした。FIFA フフワールドカップにも1990年の FIFA フフワールドカップイタリア大会と1994年の FIFA フフワールドカップアメリカ大会に2大会連続出場に導き、 イタリア大会ではベスト8、アメリカ大会では一時、リーグ初戦で優勝候補のイタリアを1の0で下し、最終的にベスト16進出に導く手腕を発揮した。その後、UEFA ユーロ9 6予選で敗退すると、監督を辞任し、同時に監督業からも退いた。ありがとうございます。